はい、行きましょう。ナワパリバトルマヒマヒリゾート&スパ。今回はね、ロングブラスターカスタム使います。ものすっごい久々に使うんだけど、ちょっとやってみよう。ロンブラカスタムね。これどんな感じだろうね。あー、インク効率とかつけてないけど、いけるかな。ナイスですよ。おいで。クイックボムじゃないわ。スプラッシュボムか。いやあ、危ないなー。ちゃんと考えて動かんと大事となるやつだ。ナム。ダイオウイカが残ってるからね。あミスった。足元捉えた。どんな死に方だよ。くそー、この辺塗っとこう。なんだこの不毛なやりとりは。おっとかあ、お一緒だあいつ。いやー、やっぱブラスター難しいなー。なんとか勝ちましたね。なるほど。敵が使っとって強いって思っても自分が使って強くないっていうのは結構あるな。よし。あ、スプラガードさんもフレンドさんだね、確か。お、イカリズムさんも合流。よし、行きますか。マヒマヒね。そうだな。ちょっと積極的に敵を倒したいけども、うまいこといけるかな。あ、近いわー。ここかなー。あ、やば、前すぎた。
息切れ強いな。やばい、うわ、危ねえ。あー、危ねえ。うわ、マジか。自ら死を選んだか。それもよかろう。こっちから行こう。いやー、ダイオイカでも大事だね。ロンブラ使うならダイオイカ欲しいね。あ、まあでもスプラッシュシールドも熱いけどね。さあどうなった？なんだこれは。やめろ。あー。まっすぐ行ったところが濡れてない。おるやん。うわ、危ない。危なかった。今なぬ、あぶねえ。危なかったよー。ふぅ。やべえやべえ。やばかった。怖っ。よし。あと時間が中途半端だけど、もう一試合していこうかな。うん。ちょっとね。ちょっと中途半端なんだよ。一瞬ちょっと抜けんといけんのんだけどね。うん。そこのままもう一回だけ行こう。ミッサチさん今おらんかったことを考えると武器を変えたかな？どうかな？そう、スクイックリンも面白いよな。俺は使いこなせんけど、使いこなせる人はあんな感じなんだな。でもね、やっぱ、すげえ使いこなしとる人を一回見るっていうのはすげえ大事なことなんやな。何やってもそうだけどさ、すげえ練習してできんかったこともさ、結構、上手い人がさ、実際にやっとるの見たら、自分もできるようになることってあるけえな。結構ね、なんかバスケしようった時にさ、バスケしようった時にまさにそんなことがあった。あ、そういうものかと。実際そういうものよな。危ないよ。おお。危ねえ。危ないね。危なかったよね、今。危なあ。くっそ近かったけ。ノバでええじゃん。あれならノバでええじゃんって話よ。あー危ない。待て待て、ちょ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 、抜けれん抜けれん。ふぅ、あー、いけ、使ってしまった。さてと、
対応が出るとまずいんだよな。切られた。あぶな。インク切れほんま注意だ。あぶね。結構当たるな一発で当たるけ話が早いね。よしよしよし、確実に当てたら相当強いってことやな。まだ俺は確実性が少ないですが、かあ、あーそっか、面白いかも。スプラッシュシールドもいいかもな。ダイオウイカ溜まってない時もあるわけだけどな。なるほど。よし。じゃあ、終わりましょう。ありがとうございます。